してきました。じゃーん、皆さんこんにちは、かよです。はい、ということで、まあ、1個前に上げた動画が、黒髪をねつけてウィッグなんですけど、ロングヘアになった動画上げたんですけど、それをつけてみた時になんかね、私もあれ黒髪いいじゃんって思って、で、実際ねコメントとか、視聴者さんの、ね、声もめっちゃ良くて、やっぱ傷んでたこともあってすごく維持するのが大変だったんですね。でなんかちょっと疲れてきちゃって、ちょっとこれを機に一回ちょっと黒髪にしちゃおうかなと思って黒髪にしてみました。で正直前髪も作っちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっと前髪はこのままにしてちょっと大人な黒髪になってみましたそう、これ多分これに黒あの前髪があると、まあ、ウィッグかぶった時ぐらいなこの幼さも出るのかなと思うんですけど、ちょっと私の最近好きな系統的に子供っぽくなりすぎちゃうかなと思って、結構ね最近デニムとかスニーカーとかも好きだし、こういうこれさ多分偽物だと思うんだけど、フリー屋さんで買ったセット、結構前に買ったやつだけどとかね、こういうなんかちょっと緩い洋服とかもここ1年ぐらいでだいぶ好きになって着るようになったので、なんかあんまり子供っぽすぎてもまた違うのかなとも思ったので、一旦前髪なしで黒髪にしてみました。でもねちょっとわかるかな、若干透明感があるようなブラックにしてもらって、で多分まあブリーチ毛なこともあるからすぐまた抜けちゃうと思うんですけどね、一旦これでちょっとばかし比べを楽しもうかなと思ってますっていうイメチェンの報告でございますなんかねすごい本当コメントを読んでて、こんな褒めてもらえるなんて嬉しいと思って、もう次の日にはあの美容室予約ですよね。はい今日朝一で行ってきました、イエーイ。でもまだ取りだめしてる動画とかもいくつかあって、あの明るい髪色の JRWM もまだ残ってるし、もろもろ他にもね出したい動画があるので、まあ、ちょいちょいまた髪色が戻った動画とかも、出していくんですけど、はい、おニューの髪色はこんな感じです、まあ、またすぐ多分明るくなっちゃうし、ちっちゃい間少しの間ですが、こんな感じの髪の毛で過ごしていこうと思います。で、今回の動画はイメチェンしたよっていう報告と、前回の動画でもつけてたんですけどカラコンで結構ね使い心地もすごい良くて、寝る前までずっとつけてても全然目痛くならなかったし色も可愛かったので、ちょっとせっかくなのでつけ比べレビューをしていこうと思います。こちらの種類買いました。じゃーん、チューズミーだっけなっていうところのカラコンです。インフルエンサーのゆうこすさんがプロデュースされているカラコンみたいなんですけど、まずパッケージからしてね、なんかラブレターみたいなパッケージになっていて、こう届いた時もすごいわーかわいいってなったアイテムですね。で私前回の動画で使っていたのがこっちのピーチブラウンっていう色なんですけど、これがめっちゃ可愛かったのでもう一回これをつけてみたいのと、あとこれまだね試してないんですけど、こっちの方がちょっと淡い系の目になるのかなと思うんですけど、これが、これも一応ブラウンカラーなんですけど、シフォンブラウンっていう、こっちもブラウンカラーです。両方ともブラウンカラーなんですけど、ちょっとの違いなんですがめっちゃ可愛いのでちょっと付け比べをしてみたいと思います。はい、まず、前回もつけてた方から紹介しますね。レンズだけアップで見てみるとこんな感じです。まあ言われてみれば確かにこのレンズの内側の部分が若干ピンクっぽい気もするってぐらいなんですけど、そんなにねピンクピンクしてなくて、ちょっとこうベージュピンクな感じで、ほんとブラウンにすごく合っているピンクが若干見えるなーぐらいな感じです。つけてみるとねすごく自然で、普段使いにもしやすいピーチブラウンかなって思います。あれ入ったかな、こんな感じです。そんなにめっちゃ大きくなる感じではないんですけど、すごく自然ですね。なんか裸眼と近い、ちょっとニュアンスピンクみグレーピンクっぽい、ちょっとこう淡めな色が追加された感じかなです
なんかそんなピンクって感じじゃないけどちょっとだけピンク で最近ねピンクの、メイクとかにも結構ハマっているので今日もピンクメイクなんですけど、そういう時に、まあ、若干目元もピンクにして統一感を自然に出すみたいな感じに使うのもいいかなと思います。ちょっと今日は緩めの動画かもしれないですねまあいつものGRWM だと思って見てくれたら嬉しいです。もう一つこっちの方私まだつけてないので、つけたいと思います。あ、かわいい。こっちの方が多分自然というか柔らかくなりそうな感じ。じゃーん、色味はこんな感じです。結構柔らかめなブラウンですね。 14.2 っていう感じで書いてあります。じゃあ1回で撮っちゃうのもったいないけどもう撮っちゃいます。これカラコン慣れてない人ってカラコン撮るとき怖いですよね。しかもなんか目が乾燥してたりすると眼球にめちゃくちゃこびりついてるときありませんか。間違ってカラコンしたまま寝ちゃった日とか朝わやばいカラコンつけたままだと思って撮ろうとするともう目にくっついてて怖いってなります。取り扱いには注意ですよね。だいたい私はでもワンデーを買うようにしてます。何ヶ月も使うみたいなそういうやつはケアが必要だからちょっとそういうの難しいなって思ったりとか。わあかわいい、自然。どうでしょうか、つけてみました。こっちなし、こっちありです。自然、かわいい、透明感って感じ。こっちの方がなんかチュルンと感とあとなんか黒目が黒って感じに発色しなくなるのでなんか優しい色味になっていいかも。9点でねカラコンいろいろ買ったからこれからまた別のも届くと思うんですけど、とりあえず先にめっちゃ早くこの2個だけ届いて、でつけてみたらすっごいつけ心地が良くて感動したのでもうすぐ使ってたんですけど、はい、なんか最近カラコンとかもそんなにつけてなかったから新鮮で、でカラコンつけるときは大概なんかもう自分の定番で好きなやつを昔見つけたやつをずっと使ってて全然なんか挑戦をしてなかったので久しぶりに新しいカラコン買ってみてすごい両方当たりでした。かわいい。こっちのブラウンの方がちょっと気持ち柔らかく見えるかもしれないけど、でもなんかこっちのピーチブラウンの方は結構しっかり黒目をチュロンって大きく見せてくれる感じ。これはなんか透明感が増すみたいな感じかな。どっちもでも好きですね。どっちも可愛かったけどピーチブラウンは幼い感じ、なんか純な感じの瞳になりそう。あんまりなんかカラコンカラコンしてない感じがして、こっちの方が若干カラコン入ってるなみたいななんか色になる感じ、ちょっと透明感が出るからこっちの方が個性は若干出るかなと思うんですけど、どっちも可愛いでございます。はいっていうような比較動画でした。新しく買ったカラコンを2種類2色レビューしてみたのと、プラスアルファでなんかみんなに褒めていただいたからちょっとイメチェンして黒髪にしてみたよーっていう報告の動画でした。ちょっと短めの動画になるんですが、なんかいろんな動画が出したいなーって思っているので緩い動画とかも出していけたらいいなって思ってます。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやっているのでよかったら遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。